はい、どうも、こちら、ショコラです。今日はですね、こちらのショートパンツ、こちらを紹介しようかなと思っております。皆さん、ショートパンツというか、まあ、これもうそもそもなんですけど、呼び名、皆さん、なんて言ってます？若い時はね、ハーフパンツとか短パンとか、ホットパンツはちょっと短すぎるんであれですけど、ハーフパンツのことハーパンって呼んだり言ってましたけど、今って何て言うんですかね、ショーツが一番自分的にはしっくりくるかなっていう感じなんですけど、いろいろね、呼び名が変わっていって、短パンっていうのもちょっと子供っぽい気もするし、ハーフパンツもそれこそ本当中学生高校生ぐらいの時の言い方だし、前がショーツなのかなっていう。ショーツってちょっとね、女性の方の下着として履く方のショーツもあるんで、分かりづらくて言いづらいなんだよと思って、一応ちゃんとショーツっていうので、あの男性の履くそういう短パンみたいな意味合いもちゃんとあるので問題はないみたいなんですけど、まあショーツですかね。ここら辺ってなかなかおっさんになってくるとね、難しい問題も出てきて、っていうのもそのあんまりね、いいおっさんからあんまりこう素足をこう出すっていうのもちょっと恥ずかしかったり、周りの目もちょっとあったり、まあ、すね毛問題もあるじゃないですか。どこまで手入れすんのっていう、なんかツルツルもちょっと女子っぽくて気持ち悪い気もするし、トイレなんかゴリゴリに生えてるのもちょっと恥ずかしいしみたいなところもあって、なかなかそのすね毛問題気持ち悪くないって思われないのみたいなあったりして、難しいなって思ったんですよね。だしやっぱこうデニムが好きだったりとか、他にもいろいろね、普通のパンツもあって年中履けるやつがいっぱいあるのに、わざわざこう夏しか履けないような夏季限定のものを買うのもちょっとなんかコスパ的にも良くないなみたいな。できたらこうオールシーズン履けるものの方がやっぱりコスパとしてはいいじゃないですか。ってなると、こう夏に特化したショーツちょっとな、わざわざ買うのもなって思ってたんですけど、さすがに昨今のこの暑さちょっと尋常じゃないので、で久しぶりにね、こう家にある俺持ってなかったんですよ。1着だけデニムを自分でカットオフしたやつだったんで、それを久しぶりに履いたらめちゃくちゃ涼しくてですね、あ、ショーツってこんなに涼しかったって思って、でもうこんだけ暑いんでデニム履くのも厳しいなと思って、まあ大人でもね履けるというか、大人で今履くショーツってどんなのがあるかなと思ってですね、自分なりにいろいろ考えて買ってみたので共有してみようかなと思っております。なんかそちらの、ね、参考になればなと思ってます。一番最初にショーツをじゃあ買おうってなった時に、何を一番どこに気をつければいいかなと思った時に、やっぱりさっき言った大人であるちょっとした清潔感というか、あまり子供っぽすぎないものにした方がいいかなと思ってですね、素材だったりシルエットだったり長さだったりで大人っぽい子供っぽいが出るかなと思ったんで、これもちょっと慎重に、まあだから例えばですけど、あまりこう長すぎるもの、太すぎるものって、まあ、自分が若い時に履いてたようなシルエットになるんで、どっちかというとここまでこう太すぎず、こうストレートもスッと、シルエットで、まあ、そこまで長すぎず短すぎずみたいな、ホットパンツみたいな短さにするのはちょっとあれじゃないですか。そういう考えでやっぱ膝上ちょっと上ぐらいか、まあ膝下ぐらい、この範囲内だったらちょうどいいのかなと個人的には思っていて、一番最初にいいなと思ったのはサブカルチャーさんのものですね。コーデュロイのやつを出されてて、あ、いいな、どうしようかなと思ったらもうあっという間に完売してしまったので、そちらはですねちょっと断念して、まあいつかでもねちょっとサブカルチャーさんのもの行こうかなと思ってるんですけど、来年ちょっとまたお買い出そうかなと思ってるんですけども、とりあえずちょっとそれを逃してしまったので、じゃあ次何いいかなと思ってですね、好きなブランドのあたりから攻めていった方がいいかと思ってですね、ダルローレンとかダブルアレルとかあのあたりを見に行ったんですよね。そしたら初動が大事だったみたいで、もうとっくに結構売り切れていて、あの欲しかった色とかサイズがもうだいぶ欠けていたんですよね。唯一欠けるサイズであったのがラルゴレのところで、コーディロイの水色のショーツがあったんですけど、水色がなくて、でここで2つ目、もう1個、せっかくやっぱショーツを買うんだったら、よく着る上のものに合うショーツにしないと意味ないなと思ったので、夏に着る上って何だろうと思ったら、やっぱり T シャツ1枚か、もしくはあのタンクトップにこうやってシャツみたいな感じなので、特に最近はね、アロハシャツが多いので、派手なアロハシャツに合うやつってなったら、やっぱ無地かなと思って、で、かつ、できたら強すぎない色がいいなという、例えばだから、赤とか青とか、黄色の強めの色だったり、緑とか。強めの色だったりとかよりは黒とかベージュとかネイビーとかグレーとか落ち着いた色、まあ、特に大人なショーツっていうイメージだったので、暗めというかおとなしめの色がいいなと思ってたんですよね。原色の強み感じるで、かつ柄ですね。柄がやっぱり上がアロハ持ってくるんだったら下も柄にしちゃったり、ボーダーだったりね、なんかいろんな違う柄が入ってるとちょっともうガチャガチャしすぎちゃうんで、個人的には迷彩とかも好きだし、上がシンプルな T シャツとかだったら迷彩もありだなと思うんですけど、そんなにショーツをいっぱい買ってもね、結局真夏しか着れないってなると、こう選別していったらやっぱりシンプルなやつで上をアロハとかに合わせるっていう感じだったので、ここにとですね、ちょっとラルフローレンの水色がなかなか結構綺麗なサックスブルーというかですね、リーバイスの70505のコーディネートで出てくるようなああいう感じのね、すごい綺麗な薄めの水色だったので、そこにアロハだと明るすぎるなっていうのがあってですね、シルエットとかあの雰囲気はめちゃくちゃ良かったんですけど断念しました。で WRL さんも見に行ったんですけど、やっぱり迷彩とかがあって、迷彩もいいんだけど1着目じゃないよなと思っていてですね、どうしようかなと思ったところ、もう動画で出してますけれども、代官山のラムホールさんに
行ったときにですね、こちらの40年代のイギリス軍ですね、40年代のイギリス軍のデッドストックのショーツありまして、もう個人的にはですね、大好きな条件ばっかりなんですよね。もうデッドストックで、ミリタリーで、まあ、イギリス軍で40年代完璧だなって。しかもこのオリーブというかピスタチオっぽいこの色ですね、全然上がアロハでも全然似合うだろうし、柄もない完璧な一着だったので、こちらを選びました。ボタンもなんかメタルな感じがすごく雰囲気が出ていていいですよね。シンプルだし、今気づきました、ちゃんとここに刻印がありました。すげえ、今気づきました。サイズ14って書いてある、30-31って書いてある、1945って書いてあるんで1945年ですね。ここまではっきり分かるんだ、すごい。これのおかげで完全に年代が判明しました。ざっくり40年代って言ってました。45年でした。嬉しい。考えてみればこのイギリス軍、この色ありますよね。上のジャケットでこういうピスタチオっぽい色 の, あの結構丈の短めのやつがあるので、同じような色の生地使ってるんだなという感じですね。もう何回か履きましたが、めちゃくちゃ良かったです。膝下ぐらいなので2、3回、まあ、多いは4回ぐらい持ってもまだ全然いいかなっていうぐらいで履けますが、やっぱりめちゃくちゃ涼しいです。短いのがあんまりトレンドじゃなくなってきたというか、ちょっと微妙だなってなってきたら折らずに履けばですね、膝下ぐらいの長さもあるので調整できるのがいいですよね。短めでギリギリ攻めてると本当にそれがちょっと恥ずかしいみたいな年が来た時にもう履けなくなっちゃうんで、どっちかといえば膝下ぐらいあって、あとは自分で折り曲げて調整できる方が速さが高いかなっていう。勝松さんじゃないので、そんなにこう何十着も買って毎日こう着るもんでもないので、あんまり主力の何着かがあれば十分かなっていうものなのでね、汎用性が高い方がいいのかなと思いました。で、これを着た方でというほどでもないんですけど、まあ、ちょっとこれを着て合わせてみたやつがあるので見てみます。すでに跡がついてますが、リネンです。サイズはですね、32にしました、はい、あと色はですね、見せてパッと見た時は黒っぽいなと思ったんですけど、ネイビーでした。で、よく見たら確かにネイビーで、あ、ネイビーいいなと思ってネイビーにしました。まあ結構かなり濃いめのネイビーって感じなので、大人っぽいのがいいなと思ってたんですけど、タックが2つ入ってるんで、リネンの素材すごい大人っぽい代表だなと思いました。素材も大事だなと思ったんですけど、リネンの質感の良さ、なんかこうテヤッとしてる感じとツヤッとしてる感じですね。ネイビーの落ち着いた色合いとしてかっこいい、なんかもう大人の人が履くためのショーツみたいな感じがすごいしたんですよね。いいっすね、このディテールもこだわりがあって、こっちだけボタンがついてて、こっちのポケットはボタンなし、シルクかなって思うぐらい結構ね、光沢がすごいな。心配なのはこれすっごい履いていったらお尻がほんとテッカテカになりそうな気がして、そこだけが心配ですけど、まあまあもうそこまで来たらもう十分着倒したな感じなので、まあいいとは思うんですけど。で、こちらを履いてコーデ合わせてみたものがあるんで見てみてください。Hear me out, hear me out.
これがかなり大人っぽくシックな感じなので、上もちょっとね黒っぽい感じも同じようにこう合わせていいと思いますし、あとこれだったら本当上に黒っぽいシャツにこれ履いて、で足もですね、まあ、サンダルでももちろんいいんですけど、黒のサービスシューズとか合わせてもすごく合うんじゃないかなと思って、この感じとサービスシューズはめちゃくちゃ合う気がするんで、本当にこう上から下までトータル大人っぽく合わせるんだったら、なんか革靴とこれとシャツみたいな感じにすればすごくいいんじゃないかなと思いました。でこれも無地で柄もないのでチェックシャツとか全然合わせやすいですし、いいんじゃないかなと思いますね。アトラスさんらしく悪さもちょっとある気がするんですよね。タックとかこの素材の感じですかね、ショーツなのにちょっとこう大人の悪さが残ってる感じがして、これは本当にいい、ちょうど自分ぐらいの年でも大人のねちょっとハットが似合いそうな感じのスタイルに落とし込めるようなショーツなんじゃないかなと思います。ここまで買うとですね、今度逆にもう一着もし買うんだったら、やっぱり、ね、コーデュロイとかちょっと遊ぶ感じ、もうちょっとカジュアルになるじゃないですか。で素材でちょっとカジュアルっぽくするのもいいですし、カモフラの柄にして上がシンプルな時用のハーフパンツみたいな感じを買っても面白いかなと思ってます。あと昔ですね、519、あのリーバイスの519のコーデュロイをの便利なやつなんですけど、買ってもうぶった切ってですね、自分で作ったことがあるんですけど、これはねあんまり気に入らなかったですね。なんでかっていうとですね、もうちょっとワイドだと思ったんですけど、意外に細かったんですよね。なんかシュッとしてて理想のシルエットにならなかったんですよね。やっぱり素人でこう見た時に、このズボンがここで切れた時にここまででどういうシルエットになるかってやっぱ想像できないですよね。なかなかプロの方だったりとか、よっぽど何本も切ってる人とか、そういう考え人だったら大体それを見て頼もうかなと思うかもしれないですけど、意外にね自分で切ってもそこのイメージがわからなかったりするんで、もうちゃんとショーツとして作られて売られてるものを選んだ方がシルエットとかいろいろ満足いいかなと思いますね。というわけで今日はですね、こちら2着ショーツを紹介させてもらいました。皆さんの中でもね、もういいよ年になってきてショーツなぁ難しいなぁ、どういうのがいいかなと思ったら、まあ何かちょっと参考になればなと思います。ショーツ履くとマジで涼しいです。インスタグラム、サブチャンネルもやっておりまして、1回ぐらい貼ってありますので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。というわけで本日もご視聴ありがとうございました。またね。